愛媛県県民文化会館は愛媛県松山市にある西日本最大級の多目的ホール。設計者は丹下健造。1977年に1万人程度ができる施設を実現するために愛媛経済同友会の文化情報委員会が提案。県への働きをかけ、1979年に1万か人集め会場特別委員会を設置した。 1981年、県に、コンサート、行事、各種大会などを構想、劇場形式のホールや多目的集会場を備える、ことが望ましいと提案した。愛媛県農業試験場を跡地として1983年3月に、着工、1986年に落としされた。それまでの西日本最大のホールだった大阪市の、 フェスティバルホールを超える3000名収容のメインホールは、全国規模の学会や、コンサート、オーケストラの演奏会などが行われる。また、サブホールも1000名収容可能。真珠の間では展示場や会議、パーティーができる。愛媛銀行が2008年11月1日から、命名権を得て、愛媛銀ホールの愛称で呼ばれていたが、 改修工事に合わせて2019年3月31日をもって契約を廃止した。本館は2019年4月1日から1年間にかけて大規模改修工事を行い、2020年4月1日に再オープン記念式典の開催は新型コロナウイルスの感染症の予防、拡大防止のため中止となった。本館のレストランはレストランオレンジだったが、 2020年4月から、カフイコールダイニングオレンジに変更した。ABCD 愛媛新聞還暦よりの旅立ち、自伝風エッセイ記憶をたどる、愛媛県のおじし県場周辺、県民文化会館のネーミングライツの廃止について、AB 愛媛県文化振興財団、ありがとうございます。